合津地方は福島県の西部にあたり、西に越後山脈と東に大宇山脈に挟まれた日本海側内陸の地域である。福島県は大宇山脈と阿武熊高地によって区切られており、西から順に合津地方と中通りと浜通りの3地域に区分されている。濃い緑の部分が合津なお、イントネーションについて福島県内では、 藍図と伊にアクセントを置く。福島県を大宇山脈と阿武熊高地の二つの尾根線の概ねの境界で分けた藍図地方、中通り、浜通りの三つの地域のうちの一つ。藍図盆地を中心として、東は大宇山脈、西は越後山脈、南は下付山地、北は飯出山地に囲まれた山岳地帯である。地方中心地は、 会津若松市氏。古事記によれば、古くは、会津と書いたという。ス神天皇の時代、諸国平定の任務を終えた四道将軍、王彦の命と、竹ヌカ・アの命の親子が、この地で合流したことに由来する。会津美里町の伊佐住神社演技にも、同様の伝承がある。東北地方の内陸盆地と太平洋沿岸の、ほとんどを含む旧道の区国に含まれるが、 合津地方は分水嶺である大宇山脈の西側に位置しているため、川は日本海に注ぎ、気候も日本海側気候を呈している。面積は広大で、愛知県や千葉県がすっぽり収まるほど広い。冬は豪雪地帯となるため、比較的大中規模の都市や村落では、商店街に岩木が設置されるほどであるが、一方で、スキー場に多くの来客がある。 逆にカは、フェーン現象で昼間は高温となるため、藍津高原や、浦、バンダイなどの高原での秘書、稲わしろ湖の湖水浴が盛んとなり、アウトドア地帯として賑わう。盆地を中心に、稲作が盛んで、コシヒカリ等が栽培されていて、日本有数の国倉地帯である。盆地の周辺では、蕎麦の生産が多く、北方市山和町や稲わしろなどに代表される蕎麦所も、ある。 1914年に万越再線が開通する前は、阿賀野川の周運が、下越地方への交通手段として利用されていた。当時から、万越再線万越自動車道沿線では、下越地方に、ただ見線沿線では、中越地方に、藍津鉄道藍津線沿線では、日光、絹川へ行く、藍津地方民は多い。しかし、東京への交通網が、 西の新潟からではなく、東の郡山から順に整備されたことや、東京へ行くには、郡山経由や、山王峠経由の方が、山越えが少なって済む点から、東京へ行くのに便利な中通り中部との交流が、最も深い。観光面では、尾瀬を共有する群馬県や新潟県との協力体制が以前からあったが、国道121号を通じて、 米沢や日光国立公園との交流もある。那須連邦の麓に位置する那須、白川地域へのルートは2008年以前は3位で分岐する国道400号を経由するルートであった。しかし2008年に国道289号公師峠トンネルが開通してからは那須、白川地域とも観光ルートの形成や協力体制が作られてきている。律令制度化で 道の区国が設置され、その中の軍の一つとして、合図軍が設置された。その後、平安時代に入ってから、山軍が分離され、さらに、大沼軍と川沼軍が分離され、以後は、合図軍とこれら三軍を総称して合図四軍と呼ばれることとなる。現在の合図地方は、律令体制下では、道の区国会津軍であり、当時の道の区国は、 山形県内陸部や福島県中通り、宮城県大川雷南といった内陸中心の国であった。この道の区国には内陸のみならず、福島県浜通りや宮城県、仙台湾沿岸といった太平洋沿岸もエリアに含まれていた。平安時代の会津地方は、総平数千人を擁する恵日寺が勢力を持ち、寺院統治下の様相を呈していた。会津で勢力を誇っていた。 えに知事は、源平合戦の時に、平氏側についたため一時衰退することになる。源の頼朝による欧州合戦後、三浦氏一族の佐原氏に、藍津地方が恩賞として与えられ、えに知事に代わって、安土桃山時代まで、藍津地方は、黒川を本拠地とする足梨の勢力下に置かれた。この足梨は、日立大田を本拠地とする佐竹氏と手を結んで、 米沢を本拠地とする伊達市と対立していた。やがて、芦名氏が伊達市に敗れると、会津地方は伊達市の領土となった。室町時代には、多数の道具が立ち並び門前町を形成するまで、回復していた、江日氏は、芦名氏と伊達市の争いに巻き込まれて、ガランのほとんどを消失し、勢力を完全に失った。新たな支配者となった伊達市も、 足名しとの合戦が、豊臣秀吉の発した総武呪例違反とされ、欧州市沖により、藍津地方を没収された上、米沢から岩出山に移転させられ、代わって、藍津地方は、藍門宇治里に、ついで、上杉市の統治下に置かれた。江戸時代には、藍津藩の領地となり、藍津藩の食産工業政策によりそれ以来は、漆器産業等の伝統工芸が多く立地した。 アイズ藩は幕末には松平片森が京都市五色になったが多額の費用負担を抱えることになった。それまでも五行五民を超える高い年貢率が課された藩内の農民にはアイズ藩への不満が募っていた。家臣から新政府への投稿の提案があったものの藩内では主戦派が占めたため松平片森は薩摩藩と長州藩を中核とした明治政府軍と敵対した。 母親戦争では、藩内の農民から支持を失っていたため、政府軍の道案内に協力され、部隊の脇から攻撃されて大打撃を受けた。明治政府は、武士階級に移住処分などを与えたものの、他の従来の上位層はそのまま残したため、農民一揆が起こった。そのため、新政府仲介の下で、話し合いが行われて是正された。廃藩地県を前にして、 藍津藩の武士らは、下北半島に移住処分を受けて、土南藩が創設された。旧藍津藩領は明治政府民政局による直轄地になった。1871年8月29日の、廃藩地検では、旧藍津藩を範囲とする若松県が成立した。1876年8月21日の、廃藩地検では、若松県は、福島県1876年以前や、 岩前県と合併されて福島県になった。県庁は忍さんの麓の福島市に置かれた。明治時代には鶴岡県や山形県を経て転任した三島道常が福島県令となり、自由民権運動では合津地方と中通りが民権派政治家 VS、明治政府の舞台となった。自由民権運動家の合津地方を象徴する出来事として、 藍津三方道路が有名である。豪雪地であることから20世紀前半には藍津地方内にダムや水力発電所が建設された。第二次大戦後には日本発送電の分割により東北電力と東京電力の両者が建設、保有することとなった。藍津地方の水力発電所として東北電力の宮下水力発電所、 東京電力の小野川水力発電所などが代表的である。合津盆地と奥は稲わしろ湖。右端は阿賀川とた見川合流部付近。改作により稼働変更が行われた下流狭作部の三日月湖が残る。観光ガイド形式に合津地方を JR 万越再線沿線、合津鉄道合津線沿線、JR た見線沿線の3つのエリアに分けて順に紹介する。 冬には、積雪により峠付近が通行止めになる道路もあるので、注意を必要とする。JR 万越再線、沿線万越再線で、郡山方面から入り、中山峠を越えると、上戸駅付近で左手に、稲わしろ湖を望むことができる。夏は、隣人の稲わしろ湖半駅が、白浜脇に開業する。右手前方に、万代山が見えてくると、 そこはバンダイ国立公園の玄関、稲わしろ町である。ここより北へ進むと、北塩原村があり、国道459号を通って、バンダイの中心、県が峰を経由し、北方市へ抜けることもできる。線路はやがて下り坂に入り、藍津盆地が右に左に、見え隠れするようになると、にちじ跡があるバンダイ町になる。そして次は、藍津若松市。 藍津若松では国道49号と国道121号が交差しており古くから藍津地方の中心地である。シンボルのように若松城がそびえ東には白虎隊の悲劇の舞台である飯森山を望むことができる。藍津若松駅を折り返すように新潟方面に向かうとすぐに一面田園が広がって藍津盆地のへそとも言うべき湯川村になり 正常寺がある。東側を渡ると、北方ラーメンや国の重要文化財、長床で有名な蔵の町、北方市に入っていく。ここから先、前路は、阿賀の川沿いを進み、新潟県と接する西合津町の玄関、野沢駅となり、大山積神社や、合津コロリ山観音の一つ、鳥居観音、名称、調子の口がある。 藍津鉄道藍津線沿円線に若松駅で分岐して、南へ向かうと、渓谷が狭まり、足の牧温泉や下郷町の湯の上温泉と続く。大内塾や名所、塔のへツりも近い。そして、中心地は、南藍津町の旧田島町。田島では、国道121号。祭りでは、海津田島祇園祭りが知られる。日光や塩原からのアクセスも良く、新宿。 浅草方面からの特急列車と快速列車を利用すれば3時間強程度である。さらに、ここから国道400号北西方向に進むと、ム虫寄りの里昭和村があり、金山町へ抜けることができる。JR 只見線沿線、只見線に沿って行くと、まずは、藍津里町、藍津本郷焼きで有名な藍津本郷駅、伊佐住神社のある藍津高田駅、 藍津ズコロリさん観音の一つ、中田観音のある、根岸駅と続く。次は、藍津番下町。玄関は、藍津番下駅で、駅前に、道長出身のカス八郎のブロンズ像がある。藍津番下は、国道49号と国道252号の分岐点でもある。線路は山に差し掛かり、藍津ズコロリさん観音の最後の一つ、立木観音がある当時駅を過ぎたあたりから、 只見川沿いを進むようになり、ここからは奥会津と呼ばれる。その奥会津の最初は柳津町の玄関、会津柳津駅。ここは、版画家の斎藤清美術館、福光国造尊縁蔵寺と阿波饅頭が有名。次が、三島町で、玄関は会津宮下駅。ここは合津桐など、伝統工芸の里である。その次は、金山町で、玄関は、 ア津川口駅。すぐ脇が、只見川で大変風光明媚。近くには、火山カルデラの小宅湖がある。西西は、只見町で、国道252号と国道289号が交差している。越後三山只見国定公園の入り口になっている。他、日光国立公園や尾瀬の福島県側の、もう一つの入り口である。冬の豪雪期には、 国道252号の小出寄りが普通となり、只見み線が唯一の交通手段となる時もある。この豊富な只見み川の雪解け水を利用して、電源開発が行われており、日本屈指の奥只見みダムや田子総ダムなどがあり、水力発電所も至るところにある。さらに只見み川の支流稲川に沿って、国道289号、国道401号、 国道352号を遡れば、旧南号村、旧稲村を経由し、文字通りの秘境、日の江又村になる。ここは、日の江又歌舞伎が有名で、大瀬沼や日内岳への登山口、沼山峠がある。福島県の地域区分図合図地方振興局管内、人口、26万1955人南合図、地方振興局管内人口。 29,883人、一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照都市雇用圏の変遷生活圏管流道、編集国土交通省の全国感染旅客準流道調査の生活圏管流道において、合津地方を出発地とする目的地は以下のようになっている。ただし、同調査では同じ都道府県内の生活圏へのデータがないため、それらを除く。 出発地、合図居住地、合図国政選挙では、合図地方だけで衆議院小選挙区を構成していたが、2017年の法改正で中通りにある西白川郡西郷村が加わった。合図ぐるっとカードマイナスエリア内の鉄道、バスに2日間自由に乗降できる。コミュニティ放送の FM ラジオ局が2局ある。ありがとうございます。